ヒデさんの動画です。皆様、こちらご存知でしょうか。サムライブラックインパクトホルダーってことで、私この商品の動画をですね、過去5回かなやってるんですよ。また今日で6回目の動画になるんですけれども、いや、まさかまさかのなんですが、ですね、私例えばこういったなんですかね、販売店がやる動画っていうのは大体一つの商品に対して1回動画をね配信すればいいんだけれども、僕気に入った商品があると2回も3回もね、同じような動画を作って配信してたりするんですけれども、このサムライブラックインパクトホルダーに関しては僕の動画史上ですね一番多く配信しているのがこれなんですけれども、まあ今日ね、なんでこれをまたやってるのって話じゃないですか。はい、じゃあもう今日の動画のゴールをもう発表します。はい、ドン。はい、サムライブラックインパクトホルダー限定カラーのマジョーラですね、このマジョーラカラーが発売となりましたのでご紹介させていただきます。はい、というわけで、ですね、これむっちゃかっこいいんですけれども、通常色の、これ、シルバーに加えて、限定色で、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックってことで、この4色が限定色で出てたんですよね。で、これが通常色の、左手用ってことで、全部で今、1、2、3、4、5、6アイテムプラス、今回1アイテムプラスってことで、7アイテムと今なりました。はい、というわけでですね、今しばらくこの光り輝く感じをお楽しみください。私のこのね、カメラの感じが映ったりする感じもわかると思うんですけど、すげーかっちょいいんですが、はい、今までの、まあ、限定色しかりなんですけれども、ここにサムライブラックって刻印が入ってたんですけれども、今回なくしたんですよね。別に入っててもかっこよかったんですけれども、ちょっと入れないでよって声があったんですかね。というわけで今回は何もなしでございます。ただ裏にこっそりとサムライブラック入ってます。というわけで、まあ、ベルトしちゃうと一切見えなくなってしまうんですけれども、まあ、こういったね、お客様の絵の心遣いっていうのもありますんで、これね、最大の売り文句になる場所なのに、ロゴを隠してしまうというですね、なかなかな感じでございますけれども、限定色出ました。はい、ね、でこのマジョーラカラーですか、さぞお高いんでしょってなるんですけれども、はい、価格ぜひとも概要欄にこの商品購入ページありますんで価格ご覧ください。高くないんですよ、そんな高くない。まあちょっとこの通常色とこっちの限定色よりはちょいアップになっちゃうんですけれども、そんなびっくりするほど上がってないんで、あ、これぐらいっていう価格になりなってますんで、ぜひとも購入していただければいいのかなと思います。はい、そしてこちらの限定色、そんじょそこらのお店じゃ買えません。というわけで、すみませんね、ちょっとお口が悪いんですけれども、わざとこんな口調で喋らせていただきました。ちょっとね、高木さんにこういう喋りすると文句言っちゃうんで大変申し訳ないんですけれども、なぜこのそんじょそこらのお店じゃ買えない限定食を、そんじょそこらのお店の秀久さんが買えたのかというとですね、たくさんの賄賂をね積んでね、というのを冗談は一回さておきですね、過去ですね、このインパクトホルダーの動画っていうのを僕過去5本撮ったっすよとかっていうのをやってたんですけれども、僕の動画ってですね、一応そのプロの職人様がメインターゲットとして結構撮影してる動画だったんですけれども、まあ最近は DIY の方とかも見てくださったりとかいろいろあるんですけれども、多分ですね、プロの職人さんと同じぐらいの数、同業他社さんがどうやら僕の動画見てるっぽいんですよ。見てるっぽくて。で、一応、ごめんなさいね。なんか僕が喋ると、なんか全国的によくわかんないけど、注文が来るぞ、みたいな。何が起こった？あ、お前が喋ってた！みたいな動きが、なんかあるっぽくて。で、なんかそんな感じで、ちょっと僕は、その嘘っぽいね、これ、よいしょ、大平さんよいしょ、みたいなのがあって、まあまあ、そんなのがあるんですけれども、とにかくこのインパクトホルダー、まあ世の中にインパクトホルダーっていろんなものがあると思うんですけども、大体ですね、1000個とか売れたら、まあいいんじゃないみたいな、結構売れたよねとかっていうのがあるんですけれども、なんとこのインパクトホルダーがですね、3万個以上売れてるんですって。ウルトラ大ヒットしてるということで。で、このインパクトホルダーを作っていらっしゃる会社さん、これ今サムライブラックっていうブランドなんですけれども、東日本、最大じゃねえかって言われる株式会社高木さんっていう会社さんがあって、
あ、もうね、僕なんかラーっていうような会社さんなんですけれども、そこの高木さんが手掛けるブランドの一つがサムライブラックなんですよ。あのアースマンとかもやってるのは高木さんですね。で、その、高木様の社長様がですね、あのぜひこのマジョーラのこのインパクトホルダーを、ちょっと大平さん紹介してくんねえかと、いうことで、ちょっと直々にお声がかかりまして、はぁ、わかりました、やらせていただきますみたいな、感じでですね、ちょっとこの動画を配信するにあたっているわけでございます。はい、そんなわけで、株式会社高木社長様、ご指名いただきありがとうございます。はい、というわけで、この限定生産であるサムライブラックインパクトホルダーのこのマジョーラのね、このカラーを弊社にも、下ろしていただけるようになったというわけでございますね。なので、この限定色を扱える店舗っていうのは、埼玉県所沢市にある弊社、秀久ですね。あとは、同じ埼玉県内に姉妹店でカジヘイっていうお店があるんですけれども、そこにも一応今これが、入る予定になってます。ということで、今その2店舗というか、6店舗というか、その2つでしょ？あとは、ちょっと、まあ、ここはライバル業者さんになるんで、名前は一回ちょっと伏せさせてもらうんですけれども、とても有名なお店さん、数店舗やってるお店さんがあるんですけれども、そこの、全部で3社、秀久と梶平と、あとそこの有名なお店さんってことで、この3社でしか扱わないよっていう超限定商品、絶対手に入んねえぜってやつを、うちにも入りましたからよろしくお願いします。で、現在、うちには、10個入ってきたんですけれども、これ今、初回導入分ってことで、今、数少ないんで、この分欲しい人、今すぐリンク飛んでください。で、残り、増産分っていうのは、また近日入荷する予定がございますんで、この今の私の配信している動画、うっかり見るのが遅れちゃって売り切れてたわーって方はですね、再入荷のお知らせっていうボタン、クリックしてもらえると、入荷次第メールでお知らせいたしますので、ぜひとも、やってみてください。はい、そんなわけでですね、ようやく商品の説明に移ろうかと思います。ここからは商品の説明をしますので、ああ、もう知ってるよって人はもう動画切ってすぐ買いに行っていただければいいんですけれども、商品の説明をさせていただきたいと思います。はい、じゃあ取り付け行ってみましょう。皆さんお持ちであろう50ミリ幅のベルトを使用いたします。まあ、いわゆる安全帯。まあ、今はそう言わないんで、墜落性使用器具とかのベルト。ほとんどのメーカーさん50幅で作ってますね。で、こちらのインパクトホルダーなんですけれども、下、切り込みが入ってますんで、いろんなね、もうすでに俺、ツールポーチ、腰袋いっぱいくっつけててさ、って人もご安心ください。途中からですね、こう差し込んでつけることが可能となっております。じゃあまずは腰に巻いていきますか。まあまあまあ、ちょっと右につけたいんでですね、一回こうしとくか、一回こうしといて、はい、じゃあまあおそらく皆さん右利きだろうってとこで、右側いっぱい腰袋ついてますって言っても、この上からね、刺していただくことが可能です。はい、取り付けました。取り付けていただいちゃったら、もうあとはですね、なかなか外すことはできないかなと。ここにですね、ちょっとこう角みたいな返しが両端ついてて、ベルトにこう引っかかるようになってるんで、こう普通にはこう抜けないような作りになってるんで、その辺ご安心ください。これが私が一発目動画作った時にね、ちょっと炎上しちゃって、高木様の皆様には大迷惑かけちゃったんですけれども、まあそんないろんなことがありつつ今紹介させてもらってます。はい、というわけでごめんなさいね、つけました。はい、そしてですね、なぜこのインパクトホルダーがこんなに売れてるんだっていうところをご説明させていただきます。まあちょっとね、派手なインパクトであれなんですけれども、マキタさんのインパクトドライバーの純正のフック、この形してますよね。廃坑機のインパクトドライバーの純正フックって、皆さんこの形してるじゃないですか。これをそのまま、ここに刺せるぞっていうのが、この商品の謳い文句となります。で、これを、ほら、簡単には外れないでしょ。かつですね、これを今、ここにこう、溝があるじゃないですか。インパクトホルダーを刺していただくと、このフック幅とさっきのコの字の溝っていうのが、非常に近しい、
サイズをしているので、ここにつけた状態でこういうふうに暴れないんですよ。このコの字がうまく支えてくれることによって最小限の揺れになるんですね。なので暴れすぎないのがすげえいいというわけですね。はい、じゃあ今一度これをこうやって刺します。カチャって言いましたね。刺しました。で今ベルトにこうくっついている状態なんですけれども、抜けないんですよ。だこれも一ついいポイント。だしゃがんだりするとここが地面にぶつかって持ち上がるじゃないですか。持ち上がって抜けちゃうんじゃしょうがないんですよ。この製品抜けないんですね。じゃあどうやって抜くかっていうと、今ここにこうついている状態で手に持ってちょっと持ち上げて滑らせて下ろすですね。中の構造がどうなってるかっていうと、こう見ていただいたときに、ここにですね、バネがこう入ってるんですよ。こう。で、フックがこう入ってくると、抜けない。抜けないんだけど、抜ける。なんかわかりました？ここに穴が開いてるじゃないですか。さっきのこうなってますよねっていう、これが、ここのフックのここにスッて入るんで、これで抜けなくなるんですよ。なんだけど、入れて、こうやって、こうすると抜ける。みたいな。まあ、そんな中のね、構造になってます。だからちょっとね、これ失礼発言ってわけじゃないんですけれども、こういう単純な作りなのに、ね、すげえアイデア製品じゃないですか。みたいな、ものすげえ売れてる製品となります。というわけでいかがだったでしょうか。サムライブラックインパクトホルダーのこの限定色に加えてマジョーラが追加されましたんで、ぜひともよろしくお願いいたします。通常色のシルバーの右左、あとはこちらのレッド、ブルー、ゴールド、ブラック、こちらも今現在オンラインストア並んでおりますけれども、こちらも仲間に加えさせていただきました。お早めに購入していただければいいんじゃないかなと思います。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。